規模を縮小して開催された今年の博多どんたく港祭りには2日間でおよそ370団体1万4000人ほどが参加しました。主催者によりますと観客数は2日間で80万人でコロナ禍前の2019年と比べておよそ3分の1に減りました。来年はぜひコロナも落ち着いてマスクを外してね、思いっきり声を出して皆さんと盛り上がれることを期待します。市役所前のお祭り本舞台では午後7時からフィナーレの総踊りが行われ、市民らがしゃもじを打ち鳴らして祭りを締めくくりました。